ローズエレのアーバス・ノット・レスリーは、スコットランドの女優。スコットランド・アバディーンで、出生、15世紀から一族に伝わる住居である、リクリーヘッド城で育つ。父親は、レスリー氏族のアバディーンシャー氏族長、セバスチャン・アーバス・ノット・レスリー。母親は、第13代ロバートキョウ・サイモン・フレーザーの彦である、フレーザー家のキャンディダ・メアリー・シュビル・レスリー。 彼女は5人の子供のうちの3番目。また、両親は、アバディーンシャーレイに、12世紀の、ウォースル女王を所有している。地元レインで小学校に、次にミルフィールドスクール私立学校に通い、その後は、ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・ド・ドラマティック・アートで2005年から2008年まで3年間を、過ごして、優等学院学士号の称号で卒業した。 役者としてのデビューは2008年のテレビドキュメンタリーシリーズバンドアップアブロードであった2009年のテレビ映画ニュータウンに出演して英国アカデミー・スコットランド賞ベストアクティングパフォーマンス新人賞を受賞した2010年の9月から10月にかけてクローブ・ザでネルレーショーンの劇ベドラムに出演した ITV のテレビドラマ ダウントン・アビーの2010年のファーストシリーズにメイドのグウェイン役で出演した。HBO のファンタジーテレビシリーズゲーム・オブ・スローンズの第2シーズンから第4シーズンにかけて野人のイグリット役で出演。2017年9月ゲーム・オブ・スローンズで共演したキット・ハリントンとの婚約を発表した。2018年6月23日、二人は結婚式を挙げた。 2021年2月16日、出産を発表した。ありがとうございます。